強さの秘訣を探るべく野球部の一日を覗いてみましょう。あたりはまだ真っ暗の朝5時。学校に隣接する野球部専用の寮にはすでに明かりが。ここで部員40人が共同生活を送っています。火曜日と水曜日と金曜日はキャンプにこの時間から慣れました。打撃力アップを目指し朝からひたすらバッティング。監督が強みとして信頼を寄せる投手陣は走り込みでスタミナと下半身を鍛えます。わあ、きつそうですね。8時からは朝食。ご飯は丼に山盛り。一人3合を黙々と食べていきます。朝練した後なんで、お腹も空いて、はい、美味しくいただいてます。トータル、朝昼晩で50キロぐらいは炊いてます。はい、朝夜は3合常にお米を洗ってます。学校では授業終了のチャイムが鳴るとバットを持ち出す部員たち。授業の合間も一心にバットを振り続けます。本当に野球中心の学校生活なんですね。午後、部員たちが向かったのは3キロ離れた下関市の野球場。広く整備されたグラウンドで実践練習を行い、守備力に磨きをかけます。夕方、学校へ戻り再びバッティング。日が暮れても打球の音が響きます。春の甲子園どこもレベルの高いチームばかりなので、緊張感を持った練習をやるようにしてます。思い切った状態で甲子園に入れるようにしていきたいです。厳しい冬を乗り越えて下関国際が甲子園に乗り込みます。厳しい言葉をかけるんですけど、その裏には今やらないとやっぱり先がないってことをしっかり伝えたいので。監督さんからそういうお話をいただいて、何かの縁じゃないですけど、自分が初出場した時のエースでキャプテンで、自分にしか伝えれないものがあるのかなと思いまして、きつい時であったり苦しい練習の時はどうしてもそこだけに耐えるだけになってしまうと思うんですけど、そこを耐えるだけじゃなくてその先に何が待っているのかとか、それを乗り越えた先のことを伝えています。よかった。